いろんな作品が200点以上ですかね、あって、その一つ一つがちゃんと個性があって一生懸命描かれていて、すごくこう、なんだろうな、味の濃いものを いっぱい一気に食べたような、そんな感覚で今フラフラしています。ただ思い返してみると、あんな作品もあったな、こんな作品もあったなっていうふうに、なんかすごく幸せな気持ちになりますね。本当に皆さんこう真剣に書かれていて、こう一点一点にかける思いだとか、そこに至った経緯だとか、いろんな想像を膨らませられる充実した展覧会だったと思います。またその一点一点にも、これからさらにこう展開の余地があるものばかりで、それは何も未熟だって言ってるわけではなくて、もっともっと作品は良くなっていくんだろうな、そんなこう可能性を感じさせてくれる魅力を持った人たちの集まりなんだなと改めて感じることができました。また同時に試印展といって、講師の作品も1点ずつギャラリーの方に飾ってあって、そういった意味でこう皆さんの共演というか、そういったこう年に一度のこう盛り上がるイベントとして、また今後も楽しみにしていきたいなと思います。僕自身作家としてこれからもどんどん成長して、皆様に刺激を与えられるように精進していきたいなと思っています。今後ともよろしくお願いします。今年のアトリエ展、作品数がいつもより多かったと聞いています。そのためか、なんか年齢も表現もいろいろなものがこう見られたような気がします。で、その今の時代っていうのはこう映像が氾濫する時代っていうふうに見られてて、で、見るっていうことに対してとても複雑な視点があるっていうことを、その皆さんが共有されている、実際でものを見るっていうこともそうですし、まあ、今その外に出るっていうのも難しいっていうのもあるけど、それとは関係なく画像を見てこう絵を描くっていうことも全然自然に行われている時代っていうことで、その自然光で描く作品っていうのも、もちろんそのアトリエでモチーフを実際見て描くっていうことにつながりますし、画像で描くっていうことは、その家でその好きなものを見てこう描くっていう、その辺の違いが絵に現れてくる。画像で見るとやっぱりこうモチーフ自体がこう光ってるっていう印象があるんですけど、その肉眼で見るとやっぱり空間があって、そこに光が当たってこう周りの空間、空気感を描くっていうところが強いのかなと思いますね。だからそういう2つの種類の作品が混在しているような感じがします。で、レベルはとても高いものが多くて、本当に初心者だなっていう作品がほとんどないというか、かなり独自性というか、なんか自分だけの描き方みたいなのを追求しているフェーズにかかってるなっていうところが面白いなって思います。そんなとこでしょうかね。はい。あんまりいいこと言えなかったな。今回アトリエ展を見せていただいて、コロナ前よりも出展数が多いという驚くべき結果に、なんか嬉しい気持ちになりました。それから、まあ、いつも毎年思うことですけれども、改めて皆さんが絵に向ける情熱、それの熱さ、素晴らしさを感じるっていうことと、それからそれを審査しなければいけないことの難しさというものをこう毎回感じるわけなんですよね。それでやっぱり絵は勝ち負けではないとは言いながら、やはりこういうところで、美術館に並んでこう見るっていうことの体験の、家で見てたものと
違って、こういうところで見ると気づくことが多いっていうことをね、皆さんおっしゃいます。そういうことの価値と、やはりどうしても人と比べてしまうっていう意識は、なくすっていうことは難しいかなと思うところがね、毎回あるんですけども、そういう意識になればなるほどですね、人と比べて考えるということが先立たないように、やはり自分がどうしたいか、絵というものはですね、苦手なところを、克服して良くなるっていうような考え方よりは、自分の特徴を際立たせるっていう方が表現としては有効というか、あの採点というか、あの皆さんの作品を見せてもらう時にですね、どういう作品が目を引くかというと、なんていうか、やはり伝わる力がある作品は何かって言ったら、私はこういうふうに見たよ、こういうふうに感じたよっていうことが明確だっていうことですね。だからいい点を取りたいっていうことがメインになってしまうっていうことは、まあ、皆さんはないかもしれませんけれども、やはり当落があるコンクールとかもあるし、なんとか入選するためにはっていうふうに作戦を立てて考えますと、ちょっと自分というものが失われる傾向もあって、そういうふうになっていくことはとても悲しいことなんじゃないかなと思います。あくまでも皆さんご自身の楽しみのために絵を描き続けて、人生の糧にしていただけたらと思うし、そのためにこの美術館でご自身の絵を見て、また新たにこの先どうしようかなっていうふうに意欲を燃やしていただけるといいかなと思ってます。以上です。私の作品は前から、以前から一貫して、以前からっていうと何十年も前から一貫してと言ってもいいと思うんですけど、形と形がこう重なるっていうことをはテーマにしてるんですけど、そのある図像とある図像は全く別の描き方や別の表現、まあ単純に言うと線と面とかですね、ボケたものとくっきりしたものとかですね、その違いについての、これがこのぼかし方じゃなきゃいけないっていうこだわりはあんまり持ってないんですけど、で違いがあるっていうことを2つに、重ねることによって見えてくるものっていうのが、まあ、どんなふうに変化するかに興味を持って、いろんな作品を、まあ、実験をしていると言ってもいいですかね。それで描いているんですけども、ただまあ、この顔、この今回の絵もアルルカンのちょっとお化粧が崩れたような顔と、ちょっとなんか動物か宇宙人みたいな顔、線描の顔が重なっている時に、それが、共有する目を持って、ああ現代も共有する目があると平和が生まれるのにな、なんていう意味は置いといて、そういう意味だけが大事なんではなくて、そういうものをこう書いていこうとしている、目的があって書いていこうとしている時に、自分のやっぱりこうつけてる色とか、自分のこう美しいと思う形が、何か自分の中に残る、心地よいものとして残る色や形に転換する瞬間が意味よりも大事なんじゃないかな、まあ、そういう絵画的なこうある種の楽しみとか深さっていうものを自分も作り上げたいなと思うことと、まあ、そういうコンセプトっていうのを自分がどういうところを目指していくかっていうのが両立してほしいなというのがあって、まあ、描いています。重なるっていう手法がともかく自分の中では一貫して大事で、その使う技術とかはこだわりがあんまりないですね。いろんなことをやってみようとか、明日はこんな別の重ね方をしてみたいとかっていうふうに思っているので、いつも、落書きをしたり実験をしたりしながら、まあ、描いているんですけども、まあ、今回のも案外こう描いている絵の具そのものはボンボンってこうラフに
ざっくりつけてるとこあって、あんまりこう書き込んでるっていうわけじゃないんですけど、なんかやっぱり、自分の行動としては色や絵の具をボンと投げ出した時のこう総合力というか、綿密に一点を見つめて描いていくよりも、自分の全感覚をボンと投げ出した時にどんなものが生まれるかっていうのを、まあ、常に大事にしようかなっていう実験が多いですかね。まあ、鏡を使ったのは何年前になりますか分かりませんけど、絵の具だけではなくて、絵の具と対等なちょっと他の材料を、画面上に置いてみるっていうのは、若い頃に、アメリカンポップアートをかじった自分としては結構興味があったり、こう普通の感覚で鏡を埋め込むなんていうのも全然抵抗感はないんですけど、鏡を埋め込むことによって他の絵の具がもっと変質してくれれば面白いとか、あるいは鏡はこっちも映すので、まあ画面の中に穴が開いたように見えたりとか、こっちの図像が映り込んだりとか、意味がまあ多面的になるというか、見え方も多面的になるので、自分としては面白い可能性があるんじゃないかなと思って、まだまだもうちょっとやってみたいことの一つですね、鏡はね。なんていうか、重ねてできるその表現という中で、そこに鏡があることで、なんかレベルが変わるというか、はい、そこの部分がいきなり深みが出るとか、空間の構造というか、はい、重ねが一気にそこでガラッと変わる部分が出ますよね。でそういう意味で、その先ほどの説明の重なりと関連して聞くと、はい、なるほどって思ったんですよ。そういうことで使われるのかな。そうですね、うまくいけばね、本当にその効果も上がるし意味も深まるしとだと思うんですけど、やっぱそれがもうちょっと内容と絡んで、これがぴったりっていう目になるのは、やっぱり全部10枚描いたら10枚ともなってるとは思ってなくて、やっぱり10枚描いたうちの何枚かはすごくうまく鏡が使えたなっていうのがあるんですけど、全てがぴったり正解だっていうふうにはなかなかできないんですけど、まあそれは日々書くことによって、平均点もあるし、で平均点よりももうちょっといいやつを残したいんですけど、まあ自分の書くものの出来不出来は、人間ですからあっても仕方がなくて、不出来な時もそれをさらけて出してもいいとは思ってるんですけど、鏡は面白いですよね。見てる人もそこになんか重なって、そうそう、はい、まあ、自分の目も重なるわけですから、ここから見るとね、3つの目が共有されるんですけどね。だからこういう、でも今までも描いた顔もいろいろありますけど、結構自分でどんどん描きたい顔がもっと変わっていくといいなというふうには思っていますね。まあ、僕は割とこう絵を作る作り方として、エスキスというか作る段階としては、まあ、基本的に全く関係ないものをこう集めてきて、でそれでどうにかしようっていうところからスタートするんですが、でこれもともとは集合写真があって、でそれをその絵にするというかがちょっと動機なんですね。エリック・フィッシルっていう画家 のマッケンローズファミリーっていう絵があるんですが、テニスのマッケンローの家族が描いたそれだけの絵なんですけども、それがなんかやけにこう面白くて、集合写真っていうのは面白いなっていう、まあ、そこから来てるんですが、でそれと、まあそのまあ、背景にいろいろ散らばしているようなものを組み合わせてるんですが、で、まあ、意味付けみたいなものが一応、まああるっちゃあるんですが、一応ここ家族ではあるように見えてるんですけども、まあ設定としてはこれ密猟者で、で、まあ、ちょっとその地球というかではもう肉を食べられなくなった状態 で、まあ、他の土地に行ってこう密猟して、でそれを売っ払うっていう、そういう連中として想定して書いてます。であと絵作っていくとき、僕基本的にそのなんていうんですかね、例えば井出先生がこう重ね合わせて表現をこう構築する
っていう探るっていうのに対して僕割とこう横並びでこう作っていくような感覚が結構多いと思うんですが、で多分ね僕あの自分の中で意識してるのはそのストロークの長さとそれからこう置いていく形のこうリズム感とか方向性とかその辺が一番こうキーになって、実際の画面作っていくっていうそういうタイプだと思います。いろんな色があるようで結構その明暗のコントロールというのはすごく気にしておられるのかなと思うんですけど、うん、ハイライトはどこに置こうのというのは結構考えられるんですか？そうですね、ハイライトとそれからサイドの一番高い色をどこに置こうかっていうのは結局最後まで取っといて、うん、でその一番効果的な場所に置こうというふうに、まあ、ずっとそういう形でやってるんですが、サイドね、うん、そうですね、なので、まあ、実際あの途中まではもうちょっとこの辺もサイド高かったんですが、最後の方になるに従って押さえてでどこを一番鮮やかにしようっていう感じで進めてはいます。でそれが割と例えばその音楽なんかでもその一番盛り上がるサビの部分にその一番全てのねリズム帯でもそのコーラスでも一番その盛り上がるところに全部集結させてバーンといくのが、まあ、かっこいいと思ってたんですよ僕も、ね、で絵も多分そうだと思ってたんですね。だから一番目に留まる一番メインなところに一番サイドが高いとか明暗の構成をはっきりしたものを作るっていうのを考えたんだけど、なんか最近それじゃないっていうふうに思い始めてそこを多分ずらさないと多分ダメなんだなっていうふうに思い出したのがここ 2,3 年なんで、でその試行錯誤が今その入ってると思います、うん、そのあまりにもこう全部の頂点を合わせちゃうと多分面白くないんだろうなっていう感覚が今思ってまして、はい、真鍋と申します。この作品なんですけど、日本画で描いてまして、そのいろんなっていうのは、まあ、和紙を貼ってそこにこう、まあ、いわゆるので下塗りをして、で今回に関しては下塗りした後に、銀箔をいっぱい貼りまして、その銀箔をこう削ったりして下地を作って、その上から、白い色、これは軽石です。この間火山の噴火で問題になったあの軽石、あの軽石の粉砕したものが絵の具になっているんですけど、それを塗って、まず下地として、それがこう、まあ、自分のこう、まあ、定番の地面の表現なんですけど、その地面の表現を少し俯瞰で見下ろしながら絵作りをするっていうのが、大体私の一つのパターンになっています。どこからなんかそれが来たかっていうと、大学の頃なんですけど、屏風絵の研究をしてて、研究っていうと大げさですけど、まあ、その古い屏風絵のなんか描き方が面白いなと思っていろいろ見てたんですけど、その屏風絵の金字が、どういうふうに見えるか、それが地面に見える見え方っていうのをちょっと、まあ、いろいろ参考にしてこういう描き方が出来上がってきたっていうところですね。自分の描いてる題材はまあまちまちなんですけど、あんまりこう珍しくないのは、自分の身近にあるものを見に描いてます。まあ、なんでかっていうと、別に理由はないんですけど、まあ、身近にあるものを描きやすいし、描きたくなるわけですよね。そんな感じで、こういう作品が出来上がってきました。これはね、人間なんだよ。そう見えない。人間なんです。人間。あれ頭なんだ。うん。でこれ首なの。ここね。でここ体なんだ。でこれ足なんだ。って思ってやってたんだけど、やっぱり手もつけてもう一本足もつけた方がいいなと思ったの。うん。だからその黒いところは。後から足したの、うん、だからまあ人間みたいな形してる、風景なんだけど、を作ろうかなと思ったのね、うん、
で頭の部分になってるところが赤いやつなんだけど、あれ家なんだよ、うちなの、うん、でこう風景がこういろんな風景がね、あんのっていうのを作ったよね、うん、だからまあにだからこの 絵は人間みたいな形、ロボットみたいな、なんか人間みたいな形なんだけど、結局ガタガタしてるから他の絵と違って、だから絵の画面の外側のスペースですよね、そっちのスペースの方が、まあ、こういうところとかさ、こういうところとかその周りですよね、その絵の外のスペースとか絵の周りがどうなんでしょうかっていうのをやってるの、うん、家と庭っていうのはなんか一体であるようで一体でないっていうか、うん、だからその例えば細胞でいうと細胞膜みたいなのがあってさ、その内側と外側行ったり来たりしてみたいな、そういう世界がありますよね、うん、で それでいて一定じゃないわけじゃん、変えたいじゃない、うん、だからその変えるために計画してるじゃん、今度はあそこにこうするかとか、あそここうしてみるかとかやってんの、だからプランがあんの、だからこれプラン立ててんだよ、こういう最初にこういうふうにしようかっつって、だけどそもそもそのプランを立てる意味、プランを立てる意味っていうのはさ、プランじゃないものを作るためなの、うん、計画するじゃん、だから計画したんだよ、こうやって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 、だけどそういうプランを立てたんだけど、やっていくとそのプランつまんないんだ、大体、うん、そうそうそう、つまりそれは行き来がそこに、え、物を作ってる時にそこに行き来することが生まれるから、そうやっていくと変わるわけ、そうするとそんな計画通りに行くかよってなるわけ、だからどっかでそのプランが変わることを望んでんだよね、うん、で、あ、違う、ここの場合はまあ手と足生やすかっていう、そのプラン変更が出てくる。で、プラン変更するとすごくこう難しくなっちゃうんだよね。だけど、うん、まあその方がいいよね、うん、だからこういうこと考えたら何かできるかなっていうことなんで、何ができるか分かんないじゃない。だけど一応プランは立てるんだよね、うん、それは何でかっていうと、プランを立てると、例えばこれさ、ここ心臓なんだよ、人間でいうとね、でそこをその白いとこと黒いとこね、それできた時に、あ、これで何かできるわって思うんだよ、絵が何かこれで何か作れていくんじゃないかと思うのね。だから別にゴールっていうよりも、何かそれで何かできるんじゃないかっていうことが見つかることが面白いの、うん、だから本当はさ、これ人間みたいにして全然入れ替えちゃって別な形に変えたって本当はいいんだよね、うん、ただまあこういう計画にしたのでこうなんだけど、だからこれ外してこっちの方に持ってったりしてもいいんだけど、それまあキリがないからやらないんですけどね。だからでもこういう形にすると人間みたいに見えるかなとかさ、なんかこうやると窓みたいに見えるかなとかね、例えばここにこういうふうに1個やるとさ、ここ窓になるじゃん、だから窓を開いてるみたいに作ったら面白いかなとか、なんか思いますよ。それやっぱり形見た時にこういう変ってことになんか感じる、人間はなんとかみたいな形って、そう、あれさ、目みたいな、あそこをちょっと暗くするとさ目みたいに見えるかなとかさ、こうやると口みたいに見えるかなとかさ思ったりしてんの。うん、そう言われればそうでしょ。いや、言われればそうなんですね。すごい具体的なんだよこれ。これね、線入れる予定あんまなかったんだけど、線入れたんだよ、こういうのね。でさ、ヘリっていうじゃん、縁のヘリね、ヘリに終焉、かっこよくて終焉だけどさ、ヘリに線入れるかと思ったの。するとヘリに線入れると
なんかやっぱりこっちの世界気になるだろう、うん、こっちの世界ね。でこの辺入れてみたんだよ、ヘリに、うん、でもヘリに入れてみたんだよ、こうヘリに、こういうとこね、ああいうとこヘリに、うん、そうすると発見したことはさ、ヘリに入れるとさ中見えんだよね、うん、それは額縁みたいなこととは違って、なんか、うん、ヘリをやってみたらさ、なんか外側面白いんじゃないかっていう、またまた一つの発見があるのね。でさ、やってるうちにさ、これ額つけなかったんだけどさ、ここが綺麗なんだよ、この横っちょが、またここがいいのよ、この横がね、ここはまああんま見なくたって、こういうとこ見てくる、ここ撮ってほしいな、こういうとここういうとこ撮ってほしいな、こう綺麗なんだよすごく、うん、それは物質としてね、このね、この上のこの一個ずつの四角のさ比率とかさ練るんだよ結構、で全体のこの大きさプロポーションでどのくらいが、まあこう制約があったけどさ、この制約の中でどのぐらいのプロポーションで人間っぽく見えるかなとか、そういうプランを練るの、かなり練る、うん、何十枚も書くよ多分この四角の組み合わせ書いて、